バンテリンで負けるならどこなら勝てるんだわよ。広島は継投失敗以外はきっちりやっとるな。となると最下位争いはヤクルトと太陽あたりと争うのか。珍しくホームラン3本持ったのに。梅津がノッコン杉田は2軍で4球出さないようになるまで上げるなよ。まあクリボードラゴンズ打線簡単らしいからしゃあない。投手陣崩壊は全く修正できてないからまだまだ負け続けそう。みんなお疲れ。今日も3時間余り無駄にしてもうた。ドベまっしぐらポジオーソゼロ。負けたなぁ、弱いわ。どうせ負けでも1失点で9回迎えた方が楽しかったよねってだけの話。打つ方はそんな変わってない。勝ってた時もそれほど打ってないと壊して落ちてきた。安打製造機大島がこんなに叩かれてる現状悲しいわ。功労者に対する扱いか。1点差で木下そのままなら栗林が意識して死球もあったかもしれないが、何点差で代打大島じゃどうしようもないわな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。